で、明日の山岳賞のジャージとかその場で作るよね。そう、ちなみに現在、UTLSの状況は2名ほどの逃げ長いトンネル付近を通過中という情報が入っております。アベンジャーエコービクトリアレーシングカメラサトシ。さあ、それでは表彰を行います。表彰プレゼンターは一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟片山右京理事長にお願いいたします。それでは第1位の選手から表彰です。第10回 JBCM フリーデイズロードクマのシングル大会エリート第1位記録1時間28分46秒ことで先ほどの番組おめでとうございます。では新聞の決算品も送られております。続いて第2位です。同じく、リード第2位記録1時間28分46秒大会大臣様、おめでとうございます。おめでとうございます。地元の特産品とともに賞状が贈られております。第3位、記録1時間28分49秒カメラ投資、おめでとうございます。おめでとうございます。あと1回です。おめでとうございます。さあ、それではちょっとコメント一言ずつお伺いしましょう。このゴールデンズ見る限り結構接戦で最後まで行ったんじゃないかなと思いますが、まずは私の隣金田選手からお伺いします。どうでしたか？クラリーが苦手で最後でも3位に入ったのは明日から実業団明日は登って下りますが、そのあたりは頑張ります。さあ、才加選手、結構最後までね。そうですね、実は去年と似たような展開になって、で、まあ、去年の反省をもとにもうちょっと差をつけて入ったつもりだったんですけど、ちょっと最後力負けしてしまったので、まあ、ちょっとこの後どうしたらいいかなと悩んでると思うんですけど、明日はぶっちぎりで、ね、用意頑張りますさあ、そして寺崎選手、きっちり決めてきましたけど、どうですか？いやもうちょっと最後は正直行かれてしまったので負けるかなと思ったんですけど、まあ、なんとか させたって感じですね。はい。明日に向けてはどうですか？そうです。明日、まあ本当に総合を決めるのがタップだと思うんで、まあ頑張って登って、はい、また一番で帰ってこれたらと思います。期待してます。おめでとうございます。それではちょっと前の方に遠慮せずに来ていただいてね、記念撮影のお時間とさせていただきたいと思います。リーチも入っていただいて、はい、それではお願いいたします。じゃあ気持ちの良い太陽と、そして風の、そんな一日となりますが、熱い戦いとなりました。明日にも期待しましょう。おめでとうございました。ありがとうございました。